深澤君、深澤君、おはようございます。自由民主党の工藤彰三でございます。久しぶりに国土交通委員会に戻ってまいりました。本当に嬉しく思います。今回内閣提出の公安法の一部を改正する法律案を質問する機会を与えていただきました。木原委員長をはじめ理事また委員の皆さんに感謝申し上げます。私は初当選後に先輩議員そして仲間に誘われ再生可能エネルギーの一つである水素を今後活用しようという研究会に入会いたしました。その当時水素エネルギー水素発電といっても一体全体それは何だ、そして党内では、骨太方針の時に手を挙げても全く相手されない、講演会に話をしたところで何の話ですかと、何のために国会議員になったんだぐらいの相手のされ方でありました。それから、約10年、まさかこのように、カーボンニュートラルポートの形成に活用される日が来るとは思いませんでした。万感の思いを込めて質問させていただきます。質問はすべて堀田公安局長にお尋ねいたしますのでしっかりお願いいたします。産業港湾地帯はサプライチェーンの拠点かつ産業が集積する広大な空間であり、運輸、製造業等の活動の場として機能しております。この産業港湾地帯からの CO2 排出量は、実に国内排出量の 60% に及んでおります。この港湾において、脱炭素化の取り組みを推進することで我が国の産業や港湾および物流の競争力強化と脱炭素社会カーボンニュートラルの実現に貢献することは大変重要なことだと考えております。効率的なカーボンニュートラル燃料供給インフラの実現、コンビナート等の既存のインフラや産業集積の活用、炭素等などを使ったマテリアル循環の最適化、周辺需要の効果的な発掘、集積などを視野に入れながら、国際競争力のある産業集積や拠点整備を促しながら、CNP ・カーボンニュートラルポートの形成を計画的かつ迅速に進めていくべきだと考えますが、今後の進め方をお尋ねいたします。堀田公安局長。お答え申し上げます。国土交通省では2050年カーボンニュートラル等の政府の目標のもと、関係省庁とも連携しながら脱炭素化に配慮した港湾機能の高度化や水素などの受け入れ環境の整備等を図るカーボンニュートラルポートの形成を推進しております。今後港湾管理者が多岐にわたる関係者が参加する協議会での検討を踏まえ、短・中・長期と段階的に脱炭素化に取り組む計画を作成し、この計画に基づいて各関係者がそれぞれの取り組みを進めることとしております。短期的には低炭素型荷役機械や LNG 燃料船への燃料供給に必要な設備の導入支援等に取り組むとともに、中・長期的には運輸・産業分野の脱炭素化技術の開発が加速化していくことを踏まえ、新たな技術の導入や水素等の受け入れ環境の整備等に向けて、港湾管理者や民間企業と協力して、スピード感を持って検討を進めていくことが重要です。引き続き我が国の産業や港湾の競争力強化と脱炭素社会の実現に貢献するため、海外との協力を視野に入れつつ、関係省庁とも連携しながら、港湾における脱炭素化の取り組みを強力に推進してまいります。委員長。工藤君。はい、堀田委員長、堀田局長、ありがとうございました。お配りした、資料の表、カーボンニュートラルポートの形成のイメージ図をご覧ください。今答弁されましたけど、これだけ広大なものを一つ一つ変えていく、時間がかかる、予算もかかる、そして住民、産業界の理解も得る、これ、大変なことでありますけれども、これ、待ったなしのことであります。法律に上げてきたということでありますから、まず本当に国を挙げて取り組んでいただきたい、
それを申し伝えます。質問に移ります。港湾脱炭素化推進計画に定める事項として、官民の連携による脱炭素化の促進に資する港湾の効果的な利用の推進に関する基本的な方針とありますが、当然ながら国の支援が不可欠と考えます。計画期間や協議会開催、そして実行までの期日をどのように想定されているのかお尋ねいたします。堀田公安局長。お答えいたします。カーボンニュートラルポートの形成を推進するにあたっては、国土交通省で脱炭素化を進める計画策定を支援するためのマニュアル整備であったり、あるいは助成制度の創設を行ってきたところでございます。また脱炭素化推進、協議会の開催等に際しましては、地方整備局等の職員が本協議会の構成員に加わりまして、で今後の脱炭素化に関する取り組みに関して助言などを行うこととしております。さらにですね、脱炭素化計画の実行、これに関しましては低炭素型200機械、それから LNG 燃料船への燃料供給に必要な設備の導入支援に取り組んでおりまして、また水素を用いた港湾200機械を導入するための実証事業等を行うことでカーボンニュートラルポートの形成を進めていくということにしております。今後もカーボンニュートラルポートを形成し実行していくために必要な支援については、しっかりとですね、技術革新と各会社の調整状況を踏まえながら、検討してまいる所存でございます。技術につきましては、さっき申し上げたように短期中期長期の計画を作りまして、でしっかりとスピード感を持ってですね、取り組んでいくということでございまして、しっかりとやらせていただきたいと思います。よろしくお願いします。委員長。工藤君。はい、答弁ありがとうございました。カーボンニュートラル、皆さん知っての通り2050までにカーボンニュートラルゼロ、そして今、局長が短期中期長期とおっしゃいましたけれども、まず2030年までに 46% 削減する。今2022年であります。あと8年計画を作って、そして実証実験し実行していく。まず第一段階、これでもたった8年しかありません。で今協議会とありました、我が名古屋港、四日市含め大きな伊勢湾の港を抱えながら各協議会が今進められております。若干神戸横浜港と比べると、まだスタートが遅れたわけじゃないんですけど、進みがちょっと悪いなと、これからガンガン行かなきゃいけないな、そんな風でありますので、これから指導していただいて、時間軸との戦いです。まさかウクライナのこのような戦争が起きると思っておりませんでした。エネルギー革命を起こしていく、すべてが水素アンモニアばかりでありませんけど、これに向けて発信したということでありますので、時間との戦い、そして世界との競争力に打ち勝つ、そんなことを目指していただきたいと思います。質問に移ります。カーボンニュートラルポートの形成を進めるにあたり、経済産業省との連携や関係各省庁、地方自治体、産業界との連携が今申し上げたとおり大変に重要だと考えております。新たな発電所の建設やプラント建設、研究課題はたくさんあります。山積しておるわけでありますけど、どのように予算や計画やそして実効性を高める、その考え方をお尋ねしたいと思います。堀田公安局長。お答え申し上げます。今お尋ねのまず連携という観点からでございますけれども、港湾臨海部において水素やアンモニア等の新しいエネルギー源の活用を進めていくためには、安定かつ安価な供給を実現するエネルギーの国際サプライチェーンの構築、それから、事業者の取り組みを促す仕組みが必要でありまして、カーボンニュートラルポートの形成を進めるにあたっては、エネルギー産業政策を担当する経済産業省などとの連携は不可欠であるというふうに考えております。このような認識のもと、国交省、それから経産省が開催する、そういったその脱炭素関係の会議への相互の参加に加えまして、港湾臨海部の脱炭素に関する両省の連絡会議を開催するなどして、情報共有、それから政策調整などを行っております。国土交通省としては、この
脱炭素の進展いかんがですね、非常に重要だという認識のもとですね、今後 の技術的な開発の動向等を踏まえながら、必要な財政支援等についてもですね、検討してまいりたいと思っております。以上でございます。委員長。工藤君。はい。ありがとうございます。資料の裏面をご覧ください。これが、名古屋港における今のイメージ図であります。今局長答弁されましたカーボンニュートラルポート、いろんな面であります。名古屋港は貿易高日本で20年以上ナンバーワンの港、そして、貿易黒字の、はい、これがだいたい7兆円から8兆円を、叩き出す港であり、産業港としては40数年ナンバーワンの港であります。自分の港を自慢するわけではありませんが、さまざまな競争相手と今戦いながら進めているわけであります。当然ながらまだまだでも他国と比べると脆弱であります。港湾においては浚渫を余儀なくされております。ポートアイランドという島があって、浚渫したものを積み上げた、これも300ヘクタールあって、どのように活用するんだろうか、再生可能に使うのか、レジャーランドに使うのか、さまざま物流に使うのか、さまざまな検討がされておりますけど、まだ具体策が見えてこない、そんな状態であるわけでありますので、しっかり頑張っていきたい。そして、質問に移りますけれども、今、異常気象が続いております。急に十数度に下がったり、また今日は気温が23度まで上がる、まだ台風が発生する、そして線状降水帯ができる、そんなことが起きる異常事態の中で、名古屋港をはじめ港湾はですね、当然海辺でありますので、当然ながら台風、爆弾低気圧による浸水、特にこの名古屋港、東南海地震がいつ発生してもおかしくない事態に、面しております。この通り、見ての通り、まだ伊勢湾で、地震が発生して津波が到達するまでは70分から80分と言われておりますけれども、実際の震度7、震度6強が来るとどういうことになるか想定はしておりますけど、実際大変なことになると思います。また、災害指定に最初にされました伊勢湾台風が昭和34年の9月に起きた、それ以来ずっと危惧している港であります。津波対策や、港湾インフラをやらなければいけない。特に国土強靭化でこれから港を作り変える、作り替えても水に浸かって使えない、これでは全く役に立ちません。そのことを国交省はどのように踏まえ、どのように計画し、そしてどのように活用するか、考え方をお聞かせください。堀田港湾局長。お答え申し上げます。先生ご案内のようにですね、我が国の貿易量の 99.6% を扱う重要な社会インフラでありまして、またその配合地となる港湾所在市町村は、全国で人口約6000万人、製造品出荷額約150兆円を要するということで、いずれも全国の約半数を占めるなど、我が国の国民生活、経済活動にとって重要な地域であるということであります。このような中 で近年の気候変動の影響によりまして、激甚化、多頻度化する、風水害、それから切迫する大規模地震、老朽化した施設の急増等を踏まえますと、港湾の強靭化、これは名古屋港も当然そうなんですけれども、国家運営の基盤としてですね、喫緊の課題であるというふうに認識しているわけでございます。このためハード面では地震津波等の被害から港湾および配合地を防護する防波堤、防潮堤等の整備、それから、老朽化対策に、防災減災、国土強靭化のために国家の加速化対策も活用してスピード感を持って取り組んでまいりたいと思っております。ありがとうございます。委員長。工藤君。はい。局長ありがとうございました。最後に一言申し上げます。すべて名古屋港ばかりじゃありません。港から、タンカーやコンテナが船が入ってきて、それを下ろし、ガントリクレーンから下ろして物流網に変える、そしてトラックで輸送する、そして高速道路を活用しステーションなどを作る、これ国土軸がこれから変わる場面であります。これはしっかりと役立てなければいけません。トラックのドライバーもホワイト物流、そして今人材が不足している
大変な時代に突入しながら、これを改革するという案が出てきたわけでありますから、本当に腹をくくって、これ、最後、大臣に要望申し上げますけど、斉藤大臣、陣頭指揮の下、しっかりと進めていただきたい、そしてやはり縦割り行政じゃなくて、横軸をしっかりと連携し、産業経済省、エネルギー庁、また環境省、そして愛知県、三重県、名古屋市等、私の地元だけではそれだけありますので、あと経済界と連携を持って、密にして、時間軸を持って進めていただくことを切にお願い申し上げまして、質問を終わらさせていただきます。ありがとうございました。次に伊藤渉君。